田舎勤務の新入社員です。田舎すぎて休日にやることがなく、初任給が半分残ってるような状態です。お金貯めればいいんじゃないですか。休日の過ごし方もおすすめがあれば教えてください。畑仕事。車持ってないので、買い物したりするのも難しいです。諦めて仕事に関する勉強に費やすのもありかなと思っていますが、面倒くさかったらどうしますか。僕だったら多分オンラインゲームとかやっちゃうんだけど、ただ、田舎だったら田舎でしかできない畑仕事という趣味ができるので、それで割と十分楽しめるんじゃないですかね。最近うちのラズベリーがなってきまして、ようやく食べれるようになったんですけども。